ザビール。ザビールは、ニュージーランド生産、オーストラリア距離の競争馬、シュボバである。種ボバとして、オクタゴナル、マイトパワー、ベンジェンス・オブ・レインなど、オセアニア産の歴史的メイバを輩出した。シャトル・シュボバとして、オセアニアで大きな成功を収めたデインヒルと共に、1990年代の南半球を代表する主を馬である。 1997-1998から1998-1999年シーズン、オーストラリアリーディングサイヤー。1997-1998から2000-2001年シーズン、ニュージーランドリーディングサイヤー。父は、南半球のノーザンダンサーとも呼ばれた、大守護がサートリストラム。判定にオーストラリアンギニーの優勝馬、バリシニコフ。 七、ケンマールがいる。期日中の G1 には、各国の国内 G1 を含む、競争場時代はオーストラリアで過ごし、ビクトリア州をベースに4歳春まで、走り19戦7勝。うちオーストラリアンギニを含む10勝4勝を挙げているが、オーストラリアのダービーに当たるオーストラリアンダービーは5着、オーストラリア最強場決定戦のコックスプレートでは14着と、 超一流には少し足りない競争馬だった。1991年の競争馬引退後は、ニュージーランドのケンブリッジスタッドで、種ボバとなったが、初年度3区からオクタゴナルが、カンタベリーギニー、オーストラリアンダービー、ローズヒルギニーのシドニー参観、事実上のオーストラリア3歳参観を達成するなど、大レースを次々と制し、G1 競争10勝を挙げる。 さらに2年目のサンクマイトパワーも、コバ G1 を総なめにする活躍を見せ、この2世代だけで6頭のンクが、G1 競争を24勝という驚異的な滑り出しを見せた。以後もオーストラリアンダービー、コーフィールドカップなど G1 競争を4勝を挙げた、スカイハイツなどの名馬を輩出し続け、一時より衰退の兆しを見せていた父さ、トリストラムの不景を復興させるともに、 オセアニア・シュボバの代名詞として、デインヒルと並び称される存在となった。代表産区オクタゴナルは、父として2003、2004年シーズンの年度代表馬、ロンドを送り出した。またドーウマは、シャトル・シュボバとして、フランスでも種付けを行い、同地で生まれた産区の中から、レイブロックがイスパーン賞を制し、ザビール系から初めて、ヨーロッパの G1 優勝馬を出している。 孫のロンドンが、オーストラリアリーディングサイヤーとなった2011から2012年シーズンも9位につけるなど、恒例になっても活躍場を出し続けたが、2013から2014年シーズンに、種付けした30頭がすべて受体になったことから、種ボ馬を引退した。引退後も引き続きケンブリッジスタッドで、つなぎをされた。引退時点の G1 勝馬は43頭。 重症化チウマは100頭というものであった。2015年9月26日に死亡。死後も残した3区たちの活躍は続き、2016年6月11日のクイーンズランドオークスをプロボケーティブ、プロバーコティブが、2017年3月16日のアークニュージーランドステークス2018年2月10日のハービーダイクステークスをリジー・ラムール、リジー・エル・アムールが制している。 この2頭は2012年生まれであり、初年度から21世代目にあたる。なお、リジー・ラムールの勝利までで、G1 カチウマは46頭となる。ニュージーランドではその功績を記念した G1 競争、ザビール・クラシック、2002-2003年シーズンに、オークス・スタッド・クラシックより、解消が行われており、解消以降3頭の3区が優勝している。 タネボバとしてのライバルであったデインヒルトは対照的な特徴を備え、早熟で短距離戦を得意としたデインヒル三区に比べ、ザビール三区は2400メートル以上の距離に強く、オーストラリアの G1 競争で特に権威あるもののうち、メルボルンカップ3勝、コーフィールドカップ3勝、オーストラリアンダービー4勝と、デインヒル三区に優勝経験のない長距離競争で、両席残している。 その反面、2歳 G1 の最高峰ゴールデンスリッパーステークスでは、デインヒルサン区が4勝を挙げ、ザビールサン区の優勝はない。また、シャトルシュボバとして世界的に血脈を広げたデインヒルに比べ、ザビールサン区が北半球に渡ることは少なかった。しかし、香港所属のサンク・ベンジェンス・オブ・レインが2005年の香港カップ。 2007年のドバイシーマクラシックで欧米から出走した競合を破って優勝し、父の種ボバ能力の一端を伺わせた。さらに前日オクタゴナルのシャトル派遣などもあり、その決闘の優秀性が徐々に北半球にも浸透しつつある。日本においては直後としての活躍場はいないが、マイネル・チャールズ、マイネル・ウーベルらの母の父として知られる。なお、ザビール、デイン・ヒルは共に、 ほモカゲで、クリゲの3区がいないという点は、共通している。G1 優勝3区のミキサイ。カッコ内は、主な優勝 G1。おいに、イギリスで、重賞2勝を挙げた、キングフィッシャーミル、英物で、重賞2勝のウェルビーイングが、名に、オーストラリアで G3 に優勝しているクラウンドグローリーがいる。他、近親に1994年の外戦門賞。 優勝馬カーネギーがおり、同馬は種ボ馬として日本で繋ぎをされた後、オーストラリアに導入され、同地で人気種母馬として復活した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。